もうそれはあの全然もしない。はい、結構します。今度カラオケ。マスターよろしくお願いします。あ、いや、音取ってよ。料理作って。こちら、セコネにオープンした。あ、すぐ裏。あ、そうですか。これ、YouTuber だな。今すぐこれで見れる。よいしょ。今日は、軽く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 。メニュー、こういう打ち上げで使いますね。20年ぐらい前から気になってたお店、そちらもいっぱい。名前ありがとう。あ、ウリユウ。いや、ダブルビ。まあ、あげないから、ちょっと待って。ユウでいいです。ユウ。ユウ。ユウ。進んでいくと、すごい。オムライスに名前書いてくる。この上に小屋があるようです。岸壁を覆います。奥にカラオケがある。あ、ありがとうございます。いただきます。いただきます。マグロタラバガメ。でかい。でかす。すごい。あ、でかい。マジでこれ安い。マジででかいです。うん、うわ。すごい。わー、すげえ。でかい。こんなでかいです。中はどうなっているのでしょうか。
大阪のフェリー会社の職員が
りたいです、うん、市橋達也かもしれない。すごい、みんなほら色濃い感じやから。午後3時、フェリー出発の1時間前、大阪南港に現れた市橋受刑者。電車が入ってくる、こちらの席に、ね、ていれば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 、おいしい。日本中の中国車が逃亡犯の椅子を奪い、多くのマスコミと野次馬で野蛮していました。そして捜査車両の表現を受け、市橋受刑者の壁のフランチうまい。普段噛むみたいですよ。そうそう、知ってたのでラッキーです。おいしい。日本の首都でばらまかれた。食べちゃう。この時間、
バイクの車とか止めるって。おすごい、
ガラステープ懐かしい。いつしかのバブル体験のなんか来た感じの、美味しかった。マスターごちそうさまでした。はい、どうもね。美味しかった。じゃあ、また来まーす。どうも。どうもありがとうございます。610円。